ましょう。ちょっと待って、はい、まず首をですね、左右に倒して、倒しにくい方、側をですね、確認してみてください。もう一つ、うつ伏せになっていただいて、いいじゃん。足を交互に上げ比べてみてください。そうですね。で、上げにくかった側と、倒しにくかった側が逆側で揃っていたら、まあ、上げにくい側のふくらはぎの間にボールを入れてマッサージをしていきましょう。ですか？こんな感じで、ふくらはぎの真ん中にボールを挟んでみてください。そうですね。これ足の冷え性の方なんかにぜひやっていただきたいエクササイズですね。ふくらはぎの、まあ、ちょうどすねの骨の裏側あたりにですね、足に行く大きな、比較的大きな動脈、静脈などが流れています。この周辺にあるような小さい筋肉たちに故障を起こすと、動脈がですね、ちょっと縮みやすくなるんですね。冷えやすくなってしまうことです。そういったところで、この辺りの筋肉に故障を起こしてあげることで循環を取り戻したいんですね。さあ、少し痛みが和らいできたら、また下にずらして。こんな感じですね。おはようございます。また下にずらして。ありがとうございます。結構痛いです。あ、すいません。ありがとうございます。また下にずらしていただいてですね。来ましたかね。はい、足首の近くまで行きましたら、もう一回うつ伏せになってですね、足を交互に上げ比べて、上げやすさが変わるかどうか、ね、はい、でもう一つはですね、首を左右に倒して、今やった側の反対が倒しやすくなるかどうかですね。ね、まあ、だいぶ変わる人もいるようですね。今度は反対側もやってみましょう。ありがとうございます。